平和への誓い子ども代表、平和への誓い。昭和20年1945年8月6日午前8時15分、突然の鋭い閃光と爆風で数えきれない多くの尊い命が失われました。あの日、建物疎開や工場で働くために出かけていった子どもたちは63年たった今も帰りません。行ってきますと出かけ、ただいまと帰ってくる。原爆はこんな当たり前の毎日を一瞬で奪いました。原爆はやっと生き残った人たちも苦しめます。放射線の影響で突然病に倒れる人、あの日のことを思い出したくないと心を閉ざす人、大切な家族や友人を亡くし、わしは生きとってもええんじゃろうかと苦しむ人、でも生き抜いてくれた人たちがいてくれたからこそ私たちまで命が続いています。平和な街を築き上げてくれたからこそ私たちの命があるのです。今私たちは生き抜いてくれた人たちにありがとうと心の底から言いたいです。忘れてはならない原爆の記憶や核兵器に対する怒りは年々人々の心から薄れていると思います。しかし人の命を奪う戦争や暴力は遠い過去のことではありません。この瞬間にも領土の取り合い、宗教の違いなどによる争いによって小さい子どもや大人、私たちと年齢の変わらない子どもたちの命が奪われています。失われた命の重さを思うとき、何も知らなくて平和は語れません。事実を知る人がいなくなればまた同じ過ちが繰り返され、戦争で傷つき命を失った人たちの願いはかき消されてしまいます。だから私たちは大きくなった時平和な世界にできるよう、広島で起きた事実に学び、知り、考え、そしてそのことをたくさんの人に伝えていくことから始めます。また私たちは世界の人々に平和記念式典が行われ、深い祈りの中にある広島に来てほしいと思っています。広島のこと、戦争のことを知り、平和の大切さを
肌で感じてほしいのです。そして今こそ平和を願う子どもたちの声に耳を傾けてほしいのです。皆さん見ていてください。私たちは原爆や戦争の事実に学びます。私たちは次の世代の人たちに広島の心を伝えます。そして世界の人々に平和のメッセージを伝えることを誓います。平成20年2008年8月6日子ども代表広島市立上町小学校6年今井穂乃香。広島市立吉島東小学校6年本堂壮太。